今日はですね、みっちゃんとのチャンネルのコラボ企画で、なんとこんな素敵なゲストに来てもらいました。イエーイ、めっちゃ盛り上げてくれんじゃん。で、男子プロの浅津洋介プロと池根智也プロです。こんにちは、お願いします。2人はなんとこちらもシード選手ということで、ちょっとミックスダブルス的な感じで分かれてちょっとね、助けてもらおう、ということなんですけど、じゃあちょっと一人ずつ一言よろしくお願いします。一言、はい、一言でもいい。何でもいい。じゃあ一言でいきます。とりあえず足を引っ張らないで頑張ります。いやいやいや、はい、はい、僕も、はい、まあ僕も同じく足を引っ張らないで。かぶしてくるね。絶対後ろだ、絶対だったよ。というわけで、チアを発表します。はい、はい、私と池村智代くん。はい、めっちゃ飛ばし合って聞いた。いや、そんなことないですよ。え、なんやばいと思うよ。でしょ、去年何位だった？去年5位です。5位。グラディス、やばいよ。300ヤード超えだもん。305ヤード日本人2位。すごい、おすごい。あんま褒められると思った。この後のコースで支障が出るという感じで、みっちゃんと浅津くんです。はい、お願いします。お願いします。初対面ですね。そう、初対面、はい、同級生だから。そう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 、そこ3人はね、そう、同級生、うん、3対1だね。3対1だね。そしたまずは歩み寄るところから始めてもらって。まず頑張ります。というわけでよろしくお願いします。お願いします。あ、そうや、あ、そうだ。そんで今日も今日とてですよ、うん、この間に引き続きバンジージャンプをかけて戦おうって言ってる人がいて、でも本当に嫌だよ。マジで嫌なの。嫌だね。嫌だよ。いや、飛びたいわけないやん。やっぱり。うん、でも人生変わるかもしれない。そんなんで、そんなんで変わるなら今から飛び行こう。ということで、頑張ります。はい。みっちゃんは？私ですか？うん、まあでもやっぱバンジーね、やっぱりかちゃんにね、前回とんでもない予定だったんだけど、あ、なかった。なんとね、予定はね、回避されたんで。そうなのよ。今日こそはね、ちょっと飛んでもらおうかな。しかも、ともよくんと一緒に。あ、道連れよ。え、そうだよ。一緒にだよ、そりゃ。見てみたいね。うん。上から見て。まあ、負けたらそれは。うん。いや、もう。いってらっしゃい。え、リカが一番嫌だと思ってたから。マジで。頑張ります。はい。はい。いいです。お願いします。お願いします。お願いします。
願いします。ありがとうございます。大丈夫だよ。出ないよ、やっぱ。だからさ。あれ、ピアス今日はね、手押しパーツなんですよ。よくない？懐かしくない？めっちゃ懐かしい。いいね。なんか日本ジュニアとかさ、そう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 。ね、でもさ、なんか日本ジュニアでも担ぐタイプ出してあった。私も担ぐタイプ。あれ分かれるよね、うん、これ選ぶか。なんかさ、ちょっと重かったじゃん、日本ジュニアの。そうそう。でかいし。安定感はあるけど。超重たい。やばそう。キャリーバッグミスったわ、これ。まさかこれとは思わないよね。確かに。慣れてない人たち。え、これさ、あれだよ、こっちの方がね。思った、私も。全然引いた方が楽。引いた方が楽じゃん。いや。ちょっとでも暑さがマシですね。ねえ、はい、少し曇ってきて、うん、変な感じ。調子は良くなってきましたよ、だいぶ。マジ？はい。やばい、リカ左だよ。思ったより距離ないから。あれだね。あ、今日のルールはあれです。あの2人の合計ストロークにしました。そう、全員言って、ね、全部の合計です。バンカー超えてるよ、1個。え、ね、1個バンカー超えてるって。バンカー超えてるよ。ラフにある。え、つかさ、グリーン超えたんじゃね。お前のあれかな。でもさ、私のでそれじゃん。え、ミキちゃんのやばい、マントミじゃない。お前伸びた。え、だよ、ミキちゃんであれだよ。ミキちゃんでやめてもらっていい。ミキちゃんで確かに出た。違うよ、やっぱ男子と比べると確かにね、その言葉になっちゃうんよ。そうだね、うん。お前も絶対でかいんじゃない？やばいよ。ね、待って、右の OB とかない？奥の。あるんじゃないですか？あ、ほんとだ！あれだよ！え？大丈夫？あれだね。あ、それ姉さんの？そうそう、あれあれ。浅見くんのは？なんか、あれかんじゃないの？え、浅見くんのがあれ？わかんないけど。じゃあ、私のでこれ。これ、リカでこれだからね。そうそうそう。え、リカは？これね。待って、リカない。お願い、残ってて。俺？サイト3番。俺やん。いや、マジで怪しいよ、お前。終わった。どこまで飛ばしてんのよ。終わった。嘘でしょ？多分実際に持ってきていいのが分かったのかな。フォローやし、このラインだったよね。リカさん、ごめんなさい。ごめんなさい。OB だ。奥の OB。 あ、そっかそっか。あ、そっか。あっちから4打目でもいける。じゃあ、あっちから4打目。ああ、あらこういうとこですね。ちょっとね、これその木を抜けて行くしかない。でもね、結構乗るかも、普通に。草にやられすぎましたね。雰囲気良かったけど、もうちょっと高くてなかったかな。40ヤードです。はい。
大きい。無駄な、無駄なナイスショット打ったあれだじゃない、やっぱさ、ピンまでさ、距離測ったらよかったかもね。はい、投げた、幸先よし。下から追っかけるのが楽ですよ。朝一のバーディーってね、そう、いいことないんです。そうだね、やっぱそういうところか。そういうことね。はい、ゴルフって難しいわ。ありそうじゃない？1球目3球目ありそうだね。なんか下にありそうだけどな。おらららららら、うわショック。ショック
か浅地さんが怪しいの売ってくれたのに。いや、なんでついていっとんの。ドライバー持たないよね、このロケーションだったら。この距離だったら絶対持たないですね。しかもちょっとティーブランドつま先上がりっぽかったじゃないですか。ちょっと上がったね、引っかけやすいよ。でも浅井さんの2軒目ミッキークしましたけど、これ手引きマジきつい、やばいで、熱っ、重てぇ、やばい、結構日が照ってきて、え、ミキティどれ、ミキティちゃんがこれか、うん、リカちゃんのあれ、え、待って、2人やばいんじゃん、ある。あ、やばそう、見つけた、すごい、あっついし、115ヤード、はい、ちょっとフォローなんでピッチングで打ちます。よいしょー、ね、いいかな、こんなすぐ追いついちゃってね、申し訳ない、ねえ、絵的にちょっと早すぎました、ね、早すぎたよね、はい、ごめん。これこれこれ、あれめっちゃいくね。硬いですよね。おう、コンパクトの方も、この方だよ、うん、よし、出た、やった、よし、やった、やった、やったよ、オッケーです。ちゃんと入れるわ、マジか、カップ外しぐらいで、はい、まあ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 、あとに10分終わるな。
待って、ね、マジで追いついたじゃん。え、てか逆転じゃない逆転だって3打差あって、あ、そっか、パーバーディーと、あ、ならないな、ね、そうだね、じゃあこれで俺がいい出し出したってことよ。頑張って、そういうことか、トリ、あ、え、トリ逆転だ、逆転だよ、何でしたの、パーだけど、バーディーじゃん今、バーディー、え、逆転、そうやん、早かった早かったあー、これ大いやいやいや、まだ2番だからねまだわかんないよ、全然てか面白すぎない、何なのこんな動く、思いつくのが早すぎる、こういう感じかはい、というわけで2ホールが終わりました。なんと波乱の展開、スコアが、はい、あれ2オーバー、ワンアンダー、ワンオーバー、ワンオーバー、ワンアンダーということで1打勝っているということですね、はい、私たちが、そうだね、うん、いやごめんまさかのだよ、まさかのだよね、いやまさかだったね、おかしいっすね、狭い狭いね、これ男女でさ別れてたらやばかったね、やばかった ね、すごいさ、5オーバーとなんだ、なんか助けてもらったら予定でいたの、ね、そうそうそう、ね、でもね、これからですね、これからね、そういうことだね、ちょっと色だ色色びっくりして、応援してくれてるということで、はい、また、あ、え、何、はい、で終わりで、あと2ホール、次のホールも私の方でやります、というわけでありがとうございました。